からって。それは人間が生まれ持った能力を最大限に研ぎ澄ませた武術。沖縄で誕生し、その歴史は数百年前に遡ると言われる。己の技を素手に込めた空手は、かつてティーと呼ばれ、沖縄の地で世代を超え受け継がれてきた。今年沖縄は本土復帰から50年の節目を迎えます。空手の愛好者は世界で6000万人以上いると言われている。空手は流派や団体によりスタイルやルールは様々だ。勝敗を決める競技空手はまさに相手との戦いだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、まずかないですから、僕、思いっきり使わないでいいから、はい、軽く、こういう感じで、軽く。はい、力入れないでやってる、はい、で中段ね、中地、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、下黒さん、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、今はもう月の軌道さ、はい、覚えるまでは軽くがいいよ。あ、なるほど。力入りすぎ今、はい、で、はい、空実ね、やっとくのさん、空実、はい、ポイント、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9。だからここでは少し入れとくけど、ここからはでもう全然力弱いから、弱いってことから、感じ。これで先生がこの間いて、てか、アッパーね、はい、これ受けの体勢から、これはよく使うのは裏剣。あ、裏剣、うん、例えば、はい、相手の手を受けるぞ、はい、これで、あ、うん、これは裏剣とか、これ捕まえて中に入れる。だから自分から攻めていくときは、はい、必ず前手か こっちを押さえて、あ、やっぱサイド入ってるんですね、うんうん、正面から攻めてるんだね、うん、カウンターもらうか、そこの上段受けからの突きっていうか、こうアッパーはあれはこうじゃないよ、こうだよ、肘がよ、いつも外出るから、はい、こういう中でこういう、あ、むずぐ最後こう、いやいや、しなって、いや、これはここにしなるんだよ、向こうに、あ、向こうに、うん、向こうにしなる、こうだよ、しなるというか、まあ、この俺だ、少しだけ、だから相手のところに入るんだから、こう来るわけ、
ここからそのままこれも上げるもできるし、逃げ相手が逃げたら押すもできる。どっちでもできる。機動的にはこのずれてこの突き上げのから、うん、突いてからのこれでも。そうそうそう。あ、カウンターじゃないか、もうこう、はい、最初にここからこの圧力、うん、ここからも圧できる。圧が圧がすごい。全然あの差がなんだよ、うん、もう威力がもう変わるから、はい、普通の月と、これは実戦で使えるよ、あの試合でも。そうですね、うん、はい、ただこの肘がちょっと今よ、あ、まあ外開く、うん、はい、これちょっと直した方がいい、はい、ちょっとギリギリ今の壁で、うん、やります。だから力あればある人ほどよ、こっち腕力に頼ろうとするわけ、うん、この意識っていうのはもうなかなか取れないんだよ、難しい。だけどできないことはない、うん、だから常にここ関心、もうこれが難しいんだったらこれを、なんとか丹田によ意識して、はい、ここに意識すればこっちの力が抜けてくる。この先生、この今立ってる体勢は丹田と先生足裏に意識を持ってる。そう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 、そう。ここにはそんなに力は入ってない。もうやら、あ、今までも噛んでるさ、こんな感じで立つ立つ時に掴んでる状態、ここに親指ちょっと立ってるでしょ、はい、こういう感じね。だから安定するわけよ、はい、立ってる時に後ろとかこういうのも耐えられる、はい、重心が足先って下ろす、というかこれで掴んでる、掴んでる、これでこうやったらよ、まっすぐなる。通常ボクシングとかだったらかかとに重心乗っけるとか、フェンシングでも半身になってる、その先生の重心乗っけてるのかな、先生の場合はもう、あ、足裏でも完全に噛んでる感じ。このかかとはどんな感じなんですか？かかとはくっついてる感じ。こっちには意識はない。もうこの足よ、足の部分で。でもついてはいるよ。で移動するときはもうすりやすい。